さて YouTube 版アフターテラちゃん残業中本日の YouTube テラちゃん経済学者田中秀富さんです田中さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいいやもうね、えー、今日帰っていいですかいや待ってくださいここから <laughs> ないですあそうか。あとちょっとです。あとちょっとですから。<laughs> で、え立憲民主党の愛知県議らの会食が行われた高級焼肉店の議員がこの利用した個室にですね、人糞が放置されたというあの事件に続いて、またも愛知県で人糞絡みの事件が発覚しました。またかい、ね。またかなまたまたです。はい。去年の10月、愛知県岡崎市の公立学校でえ給食のおかずから大腸菌が検出されたという問題です。でこの学校の女性 職員が給食に排泄物を混入させたとして書類送検されましたこの事件校長先生が職員必用の給食のお,おかずをですね検食しようとした際に異臭や変色に気づいて検査したところ大腸菌が検出されたという事件でしたその後の捜査でこの学校に勤める20代の女性職員が給食のおかずに人間の排泄物、排泄物いわゆるうんちをですね 混入させた疑いが強まったとして今月13日に警察が議系業務妨害などの疑いで書類送検したということなんですまあ、それにしても愛知県で人粉使った事件多いようなんですがこれ経済学的に何か意味のある話ですかねいや ありますねありますかこれはですねおそらくですねあの人分の外部性やつですねえ、ちょっと待ってください人分の外部性人分の外部性つまりですねまあわかりませんがあの立憲民主党のですね愛知県議の人たちが仮にですよまだあの分からないですけどね仮に人分をあの吹き出したと公門からですねはい っていうから上かなって思ったらそんなことないですもんね口から新聞出したらやばい人間,人間じゃねえじゃん人間ポンプになっちゃいます、ね、<laughs> 人間じゃないっすよまあねあのムカデ人間っていうのがありますねありましたね、えー、あ,あ <laughs> <laughs> あの先頭で食べた人のものがどんどん後ろの人にもくっついてますから。<laughs> で,でそれで、えー、たまらず口からまたピュッて出すみたいな感じですか、えーえー、なんかよくわかんないんですけどそれでえー、ね まああの、人権の外部性ですからね。刺激されて、そのね、あの、人権民主党の人たちに、なんですか今、いやいやいや、名前変わっちゃったんですけど、そうか、そうかじゃないですよ。立憲民主党の人たちに悪いから、多分ね、あの、これ人権を焼肉に変え残したのはね、人権民主党の連中。だからそんなとあるんですか。あるんですよ。あるんですね。え、あの。 人分なそういうのは <laughs> のない。<laughs> それ削減してどうするんですか <laughs> ってことは食べるものを減らせばいいってことですよ CO2 も減るし。2> <CO> 2 <laughs> いやどうですかあれを減らしたからってメタンガスにつながってるのかどうかだけじゃないだすやっぱね。いやだから人分を減らすっていうことで CO2 も削減する。そうなんだろう。牛のゲップとか羊のゲップとかは聞いたことありますけど。それないです人分民主党の公約で。で田中先生、<い>この人分の外部性どこにあったんですか 刺激されちゃって、ええええ、この女,女,女性職員も、ねはい、ついうんちしちゃったんですいやした じゃないかもしれません。<え>これはそうじゃないんですよ。え、お、え、え<お>えこれあ、何ですか？給食の上にこの女性職員がまたがってジンしたっいういい。それはそれは完全な推測ですから。<え>それはえー、まだそこまでわかりません。で、実はですね、給食を提供している学校では、生徒たちに提供する前に校長先生や職員が検職することが義務付けられていると。で、この学校では校長先生が検職の段階でえー、い 異変に気づいいたととうことなんですけどもね、うん、えですからあの生徒たちに被害が及ばなかったと改めてだから検職の重要性これを世間に知らせてくれたニュースと評価されているといなるほどちゃんとした先生でよかったあやっててやっててみたいにならなかったからあど、まあ、これどういうプロセスかね、えーままあ、真面目に言うとね、はい、分かんないですけど、えー、検職っていうのはなんかそうでしょうね昔の江戸時代の,あの毒み役みたいな感じなんでしょうね。<laughs> まあ これ犯罪の感じとしては、はい、あの、なですか、この、えー、女性職員は。はい、その校長先生たちが食べるものに、えー、この。ピントは、なんていうか、ピンポイントみたいな、はいえー、ピン、ピンポイントチップみたいな感じを狙ったのか。誰を狙ったのかってことですよね。ですよね。えー、もう、兼職するっていうことは知ってるから、はい、逆に言えば、こういった。えー 校長先生や職員に対する何かあの恨みみたいなことあったんですかね？そこがですね、今手元の資料ではわからないんですね。だから全部の中に混ぜたのか、ええ、それともこの校長先生職員必要の給食のおかずだけに混ぜたのか、そこらへんはまだわかんないんですか。ちょっとこのあたりがですね。僕もねこのニュースで、ね、見たんですけどね、はい、そこがちょっと気になってる、ねええ。そうですね。そこは確かにそのニュースでなかったんで、はい、これやっぱ月刊ムーンのねあのこれ月刊ムーン担当ですか？はい。 もう、このね、えー、こうあの、あのね、あの、人文民主党の行動からですね。 そうしたら週刊誌の範疇なんじゃないですか違います。文集もこれはね追えないです。追えませんか。あのもうムーの世界です。ムーでしたか。私もですね前も言いましたけど近くのコンビニにあのドリンクザコーナーの前にですねあの人分らしきものがですね土缶だったんですよ。でそれお店の人にですね言いたんです。あの人分があるよと人分民主党のあの活動の一環として。言いましよと言った。そしたらですねあのお店の その人もですねなんかね事態が飲み込めなくて、はい、なんかですね、ええ、UFO 見ちゃったみたいな僕も見てですねお前火星人みたいないやいや田中さんが知ってって疑われるのにお前,お前俺違う論点ずらすなよと今消費税の減税が必要なんで人文 ジェ火星人が順番したって話じゃない,い,やいやそういう何を言ってるかがよくわからない <laughs> さてえいよいよですね明日参議院選が公示です。え各党とも選挙活動が活発化してきているようですけれども、産経新聞と FNN が実施した最新の合同調査によると岸田内閣の支持率63.7％前回調査よりも若干数字下げているものの相変わらず高水準維持しているという結果が出ています。改めて この岸田内閣のこの支持率の高さですが、田中さん、これはどう分析されますか。これはコンビニに置いてある人文並みの話ですよ。ね、よくわからないです、ね。<や>どこがつながるんですか。<あ> <laughs> 不可思議だ。不可思議。不可思議,です不可思議なんですよ。これは。はい、これはな、な、何な,なのかよくわからないけど、こんな高いんですね。えー、えー、そうなんですよ、ねえー。つまり、それだけね、やっぱね。 人文民主党が全然ねダメなんですよ。そうういことですそれでもうねネタにされてる程度のレベルなんですよ。で真面目な話立憲民主党のね泉代表ね口の悪さだけはあるんだけど具体的な政策ではもう経済政策全然ダメじゃないですか。口の悪さってヤジってことですかヤジね。ヤジのあれはあるかもしれないけれどもそんなものじゃあねもう今ねネットあたりで「祭り」ぐらいするんで であれば、ねはい、問題ないんですよ、えー、あのだけどねえ実際に政権任せようなんてもうね誰も思わないですよ。10年前にねあの民主党政権に1回はやらせようなんつってね。 ひどい目にあったわけですよね。私ね、あの一回はやらせてみようってね。あのリアルで聞いたこと一回で変わるんです。よ民主党にやらせてみる。誰から聞いたと思います。誰ですか。ええ。森永卓郎さん。すごいです。森永卓郎さんが。コールセンター。コールですね。フォーラムで。僕の、あ、二人ぐらい横にいてですね。で、みんな、皆さんね、民主党にね、もう自民党ダメだから。ね、あの民主党に一回ぐらいやらせてみたら、どうなんですかって。演説を打ち始めちゃって。 どか。何あのタフさん言ってんだよと思ってね、ええ、牛丼食うだけじゃ足りないのか、ええと思ってですね。で、ええええ、どうやらですね、物価高その対策はじめとする主要政策に過半数が評価しているということのようなんですけれども、ええ、まあ国民は岸田政権のこの物価高対策のどこを評価しているかということですよね。実際のこの数字は私はなかなかこう見てませんけどね。まあ、まずですね、はい、あのー、その物価高ね、やっぱこうマスコミと。か ワイドショーが取り上げるんで、みんな物価が高くて大変だとか言ってますけれども。はい、一体どこら辺、どこの人たちが、うんえー、どれだけですね、深刻に、えー、取ってるのか。はい、これはね、客観的に実証してみる必要が、本当にあると思うんですよね。あ<ー>まあ、僕なんか、ね、スーパーにですね、いつもですね、買い物行くんですが、<っ>そら、上がっているのはありますよ。はい、上がっているのもあるんですが、他方で、えー、それほどかなっていう、うん、下がってるも結構ありますしね。それほどかなっていうのがあって、一番上がっているのは、実感するのはやっぱり。 電気代代代ガガスですよね次にソリンそこに対する手当これはですねどの党もですねまだ不十分だと思うんですよ永遠自身がねやはりあの電気代ガス代をですね例えばもう供給する側に各ガス会社にですねもうこれだけ下げろと20%下げろという確約のもとに政府が何らかのですねその会社に補助金を与えるとかそういった政策を取るとかですね するのもいいかなとか思うんですが、そういった具体的がなかなか見えてこない、うん、っていうのがありますよね。どのとについてもですね。はいえー、さて物価が上がり続ける中ですね、高齢者に支給される年金の支給額減額されているというニュースがあります。えー、食料品の値上げなど相次いで家計が圧迫される中、6月15日から支払われる今年度のこの年金が0.4%減額されました。まあそもそも年金の受給額、物価とこの現役世代の 賃金によって変動しますで、両方上がれば年金は増えます下がれば年金も減るという仕組みなんですねただ前の年の物価で判断しますから今の物価高考慮されませんさらに賃金は新型コロナなどの影響で下がっていますのでそれを計算すると今年度は0.4%の減額ということですまあ、この年金の減額だけれども一方で物価は上がっているというまあ、ここですねそうですね、はい、この年金の減額についてはです、ね、制度上 上の問題やはりこれは飲んでいただいて、うん、でそれで、えー、年金生活者の方々の,この経済的な負担はです、ねはい、別な政策、はい、つまり、えー、消費減税であるとか各種減税であるとか給付金政策であるとか、はい、そういったもので、えーまあ、対応するのが正しいなというふうに思いますよ。はいえー でこれ日本に住むですね20歳以上60歳未満すべての人が加入する国民年金の支給額え月6万5075円から6万4816円に259円減少会社員らが入る厚生年金22万496円から21万9593円に903円減少ということなんですね、まあ、ですから今、田中さんおっしゃったみたいに別のところでこの補填すると,うとす、ね、そうですね。だから低所得者 用の給付金で対応するのはいいんじゃないかと思うんですが、はい、そろそろあの私<え>大学に行きたいと思いますので申し訳ないですがあっという間のお時間の時で、まあ、あまりにも脱臨ネタで盛り上がってしまって、ね、YouTuber アフターテラちゃんをお届けしました田中さんありがとうございました。うどうも